はい、まずざっくりビルドアップの説明からします。よくある偽サイドバックですね。こうジンチェンコがここ入ってきます。ボランチの位置に来ると、これが一つのアーセナルのビルドアップの特徴です。で、後ろはこの3枚でバランスをとって、この2人がハーフスペースで、ウィング、センターフォワードという形で、ここのジンチェンコとライスと、この2人がビルドアップのパス回しの中心になります。で、攻撃に関してはサカとマルティネッリ両ウィングが非常に強いんで、ここを中心にドリブルで破ったり、あとはウーデゴールが、あるいはハバーツがこの辺でゲームを作るという感じの役割になってます。守備は、押し込んだ場合には、このまま担当ゾーンでプレスをかけていく感じになりますけど、攻撃の逆ですね。下がるときはこういう感じの下がり方になるんですね。その時にどうしてもジンチェンコがこっからここへの移動っていうのがありますから、ここがどうしても空きやすいっていうのは弱点です。その時にはこの3人がこうスライドしてカバーしていくっていう形にはなってますけど、ジンチェンコ自身がミスパスとかしちゃうと結構ダイレクトにこう攻められることが多いですね。機能してますね。コンビネーションがいいのと、両翼が強いっていうことと、あと適材適所ですね。あんまり無理なポジションにいる人がいないっていう感じ。唯一ここのカイ・ハバーツが個性を出せないまま埋没しているっていう感じにはなってますね。これがラツィオで言えば、鎌田がちょうどそういう感じの雰囲気になっちゃってて、新しい選手が割と出来上がったチームに入った時に居場所が見つけにくいっていう、よくある現象だと思います。アスナについて言えば、こっちの腕ゴール、キャプテンですね。トップ下、4-2-3-1トップ下、あるいは、右側のハーフスペースやるインサイドハーフなんですけど、彼がかなりゲームを作る上でも、ここから前のアタッキングサードまでの中心的な選手なんで、ハバーツの役割がいまいちよく分からなくなっちゃってる。最初入った時はセンターフォワードだったんですよ。チェルシーでもやってたし。でもどうもセンターフォワードじゃないなっていうことで、トップ下的な役割、腕ゴールド左右分担する形のインサイドハーフに入ってるんですが、ボールはいかんせんこっちの選手を中心に回っていきますから、ちょっと何をしていたかよく分かんない状態のまま、ただボックスの中でのヘディングの強さとか、シュートとか、瞬間的なアシスト能力とかあるんで、こっちで作りながらこっちはゴール前に飛び込むような役割には今なってますね。ただそれに特化しているわけでもなく、これ鎌田と一緒ですね。鎌田の場合はこっちにルイス・アルベルトっていうもうド中心の選手がいるんで、こっち中心にゲーム作られちゃうんで、やることがないって言ったらおかしいけど、鎌田はこっちへ飛び込んでいくような役割になってますね。ただここから出るボールは大体鎌田を越えてこっちに行くっていうことが多くなっちゃってるんで、いまいち見せ場がないという感じにはなってますけど、ハバーツも非常に能力高い選手として、いわば今季の目玉として取った選手なんですが、今のところはまってない。チームの一員として別に、悪いプレーはしてないんだけど、この選手の個性がどこにあるかっていうのがはっきりわからない状態になっちゃってますね。これからだと思います。この人だけがちょっと
浮いてて、あとはもう両ウィングはもうドリブルする選手で、センターフォワードはジェズスか、エンケティアがちょっとまだ分からないところあるんですが、まあ点取り屋がいて、でゲーム作る人で、ここも、ボランチとして動かせる選手がいる。で後ろの3人は非常にこう守備範囲が広くてスピードがあって対人能力高い。ただビルドアップに関して言えば、ここのガブリエウとこのサリバで、ここがベン・ホワイトになるか、まあ、トミヤスになったりしてるんですけど、ここのセンターバック2枚ガチなんですね、鉄板なんですよ。だからまあトミヤス右やったり左やったりしてるんですけど、あんまりビルドアップ能力は実はそれほど高くない。だここに依存してる感じはちょっとありますね、はい。であと、まあ後で出てきますけど、ブライトンみたいにビルドアップの段階からフィニッシュまでイメージしてるような組み立てにはなってないんですね。とりあえずボールはキープできるんで、ここから押し込んで、まあ大体左右展開すれば個人技で破れるだろうみたいな、割とざっくりした方のビルドアップのチームだと思います。ここをやることありますよね。要はジンチェンコのポジション、左のサイドバックか右のサイドバックが大体今の冨安の使われ方になってますね。でもちろんセンターバックもできるんで、守備のマルチロールという感じで、非常に何て言うんだろう、重要な選手なんじゃないですかね。今ビルドアップで説明をした通りで、右と左でサイドバックの役割が違うんですよ。でアーセナルの右サイドバックは基本的にここに、左利きのサカがいるんで、この選手は縦にも中にも入るし、いろんなことできる、かなり強力な選手です。だからここのサポートなんですよね、攻撃で言えば。ここのサポートして追い抜いていったり、まあ、中で入っていったりはしますけど、基本はこの選手より後ろにいるっていう、サポートして下がる。むしろ左がジンチェンコの場合にはもうボランチになっちゃいますから、3バックの右みたいな感じになるんですよね。でチャンスがあれば出ていくっていう。だ相当ここ運動量はすごいんですけど、なんだろう、こっちみたいな、ジンチェンコみたいなゲーム作ってくださいっていう役割はそれほどない。その代わり逆に左をやる場合には、冨安左やってることもありますけど、その時は全くジンチェンコなんですよ。ここ入ってきてここの選手と組んでゲームを作って散らしていきなさいよって、全く違う役割を一人でやってるっていうのは結構珍しい、形なんで、だからこそ価値があるというか、マルチとしての使い勝手の良さがあるんじゃないか。例えばベン・ホワイト左ほとんどやりません。そんな器用じゃないから、ここはできます、これは。だけどあんまりこれをやるほどの器用さがない。おそらくティンバーっていうあのアイクスから来た選手が非常に器用なんで、彼はジンチェンコのバックアップができるっていうふうな考えではあると思うんですけどね。ただまあ負傷中なんで、結果的にジンチェンコ出れないから誰やるの、それは冨安になってます。本当は冨安のスキルの感じから言うと、やっぱりセンターバックだと思うんだよね。ここのポジションでやる方が楽にプレーできると思うんです。ただ冨安は右も蹴れるし左も蹴れるし、スピードあるし頭いいんで、まあ、とりあえずジンチェンコの役割もやろうと思えばできちゃうよっていうのが現状ですね。だからどこでも使えるっていう、その使い勝手の良さはすごいあると思います。ただ彼本人のキャリアで言えばここやった方がいいけど、ちょっと今鉄板なんですよね、この2人がね、ちょっと動かせない感じになっちゃってる。だから今後例えばジンチェンコが負傷しましたって言ったら普通にここにやるだろうし、でベン・ホワイト不調ですってなったら別に右サイドやるだろうしっていう形で、運よくこの2人が、いいのか悪いのか分かんないけど、この2人のうちどっちかがいなくなって冨安ここをやるようになったら、そのまんまレギュラー取れるかもしれない。今そういう感じですね。だから彼の問題というか心配はもう怪我だけなんで、でむしろこうやって少しずつターンオーバーし、チームがターンオーバーしていく中でいろんなポジションを使われていくっていうのは
割とこう助走期間としてありがたいのかもしれないと思います。若干ぎこちない。ジンチェンコほどではない。でもできますよ。ボールさばきのとこと、やっぱり判断のところ、景色がかなり違うんで。右をやってる時の冨安ってはっきり言ってすごい無難なんですよ。特殊なことはそんなしないけど、走ってちゃんとさばけて、でここでボール持って相手が来た時に勝負しようというのはできるのかもしれないけど、まあ、大体下げますよね。チームの機能性を損なわないってことをすごく考えながら、ある意味こう目立たないようにプレーしてるところあるんですけど、そういう意味ではここをやるにはちょっとクリエイティビティはないかも。だからむしろやっぱここなんだろうなっていう感じですね。ただ全部やれますけどね、はい、いやもう使い勝手がこんなにいい選手も珍しいですよね。で右と左でかなり違う役割を一人の人ができちゃうわけだから、で守備がかなり強いっていうことで、例えばジンチェンコが入った時にガブリエル、サリバ、トミヤスって3枚並べば、ジンチェンコのいないところをバッてやられた時にももう3人のなんていうの可動域がすごい広いから、これで守れちゃうっていう安心感はすごくありますね。これは他の日本人の選手も同じかもしれないけど、 CLEL に出てるチームに所属している場合は基本的に1月まではターンオーバーだと思うんですね。全く同じメンバーでずっとやるっていうケースの方がむしろ少ないですから。でその時にまあじゃあ最初は冨安リーグ戦はあんまり出てないけど、あの CL 出てるよみたいな状態だとしたら、そこで評価を高めれば終盤になって勝負かかった時に、じゃあガチで誰をどの11人を選ぶんだってなった時に入ってくる可能性が増えるというか出てくるんで、今は別にレギュラーポジションとしてプレミアリーグに毎週出てなくてもそんなに慌てる必要はないんじゃないかなと思います。